新鬼武者、ボリューム2だよ。この動画では、初見でグラグラしている主を横目に、ゆっくりが雑談するよ。ゆっくりしていってね。もう行くのか。早速、沢山城へ向かおう。ロベルトって西洋人の救出だな。そうだ。しかし、すでに石田三成は我々の接近に気がついている。城内に潜入するにあたって、まずは三成の目を城下町に釘付けにしておきたいのだが。おとりか。十兵衛、お前に頼みたい。おとりよ。やだよ、俺も行きて。十兵衛。なんだよ。お前の素早さはずば抜けている。初めて見たとき、私はその風のような身のこなしにしばし見惚れてしまったほどだ。え？そう？その疾風のごとき素早さで現場たちを翻弄してほしいのだ。お前ならば確実にできる。いや、お前以外に誰ができるか。やだな、参っちゃうよ、そこまで言われちゃうと。まあさ、昔から身のこなしには自信があったっていうかさ、じいちゃんも茜の動きは若き日のわしでも及ぶまいって褒めてくれたりしたよ。そうだな、確かにおとり役って言ったら俺が適任かな。どんなにたくさんの現場が来ても俺がこうヒュヒュンシュパパッと動けばもう敵はてんてこまいってなもんよ。伊達天の十兵衛様に三成も現場も真っ青みたいなね。早期。え？早期。ああ、そうだな。お前がやってくれるのなら、俺たち安心してロベルト救出に専念できるぜ。よっしゃ！おとりは俺に任せとけ！安心して行ってきな、野郎ども。よし、では出発しよう。頑張れよ！子供の扱いうまいな。こう見えても長く生きているのでな。そういえば、そのロベルトとかいう男、どんなやつなんだ？知らん。ともかく西洋人を探すのだ。秀吉と玄馬の野望を打ち砕くべく、鬼の血を引く者を探していたという侍、南光坊天海。早期と十兵衛の中に、秀吉に対抗しうる鬼の力を見出した天海は、二人と行動を共にすることとなった。天海さん、すごいね。十兵衛さん。すっかりその気になっちゃったね。もしかして天海さんなら死者の声が聞けるのかな。Thank you.
泣きだね。ソーキ、やっぱりそうなったね。キャラクターチェンジ。
速にします。今週は匿名希望、老後が心配さんからのお悩みです。若いつもりがもう年金をいただく年になりました。正直生活できる金額ではありません。これからのことを考えると不安でたまりません。どうしたものでしょうか。年金問題は人間界では大変なようですね。そもそも年金制度そのものが問題な気がするんですが、それをどうこう考えても国家レベルなことなので、一人で悶々と考えてもどうにもなりませんよね。だったが一人で考えてもなんとかなることを考えましょう。年金を受給するようになったからといって働いてはいけないわけではありません。散々働き続けたのにまだ働くなんて考えられないという方もおられるでしょうね。もう年だから働けないとか、雇用では厳しいかもしれませんが、自分が好きなことなら年齢は関係ないですよね。趣味は何ですか。やりたいことをずっと我慢していたことはありませんか。今は何でもお金につながるチャンスがあるものです。ないものを欲しがるより、あるものを満たす方が絶対楽しいですよね。ちょっと考え方を変えて、せっかくの老後の人生、ぜひ満喫してくださいね。では、引き続き、グラグラ動画をお楽しみください。新しい武器を使ってみようかな。
何がしたいのかな。ああ、グナグナにも程があるぞ。申し訳ないのね。癒し系 BGM をお楽しみください。これは僕たちのツイッターです。僕たちがあなたの悩みを聞いてあげるよ。コメント欄は封鎖してます。ごめんなさい。だからツイッターでコメントや悩みを聞かせてね。ネタバレも大歓迎だよ。というか教えてくださいね。僕たちはクマだけど、一生懸命聞くからね。気軽に相談してね。老若男女問いません。待ってるよ。チャンネル登録してくれたら、きっといいことあるかもね。